皆さん、こんにちは。これまでユニークな軽自動車が多数存在しましたが、駆動方式もバラエティに富んでいました。現在の軽乗用車では FF が主流ですが、かつては各メーカーが様々な駆動方式を試しています。そこで今回は FF 以外の駆動方式を採用した昭和の軽自動車についてご紹介します。1. マツダキャロル。1960年、マツダは R360 クーペで4輪乗用車市場に参入します。軽自動車は1人か2人での乗車が多いということで、軽量化のために2+2とし、1958年に発売されたスバル360と同等の車両重量 380kg を実現。完成度の高い外観デザインでスバル360と人気を二分しました。しかし実質2人乗りの R360 クーペは、他社から続々と発売された軽自動車に対抗できなくなり、マツダは1962年にキャロルを発売します。しかし軽自動車専用に開発されていなかったことで、ボディは重く、先進的だった4気筒エンジンもパワーの割に重くなってしまったことで、動力性能に大きな影響を与えました。さらにホンダ N360 など室内が広いライバルが現れたことで、販売は低迷し、1970年に生産を終了しました。 2. 三菱ミニカ。1962年にデビューした三菱ミニカは、先に登場していた軽バンのパワートレインを流用して作られた4人乗りセダンです。当時は RR が一般的だった軽自動車の中で、小型車と同様の FR としたことで、リアシートの居住性とキャビンと独立したトランクスペースを持っていました。1969年にモデルチェンジされた2代目ミニカは、ボディが3ドアハッチバックとなり、FR であることを生かして、リアシートを前に倒して広い荷室がアレンジできるなど、軽ステーションワゴンとしての機能を持った車となります。 3. スズキフロンテクーペ。スズキフロンテは1962年にスズライト版の乗用車版として登場した FF 方式のセダンです。1967年に発売の2代目では、駆動方式を RR に変更し、直列3気筒エンジンを搭載。同年にデビューしたホンダ N360 とのパワー競争が勃発します。1970年にモデルチェンジした3代目では、 RR のスタイリッシュな2ドアセダンに生まれ変わりました。フロンテクーペの低いフロントノーズと傾斜したフロントガラスから続く小さなキャビンスペースは、まるでイタリアのスーパーカーを小さく縮めたようなデザインとなっていました。1976年に軽自動車の規格が 550cc に移行したことで、フロンテクーペはキープコンセプトとした初代セルボにバトンタッチされました。 4. スバルサンバー。1961年にデビューしたスバルサンバーは、1958年に発売されたスバル360のパワートレインを流用した RR の軽商用車です。発売当初から4輪独立喧嘩を採用するなど、他の軽商用車とは一線を画す存在でした。 RR としたことで、車の重量物が車体後部に集中することから、空荷時でも
駆動力が強くかかり、雪道の走行安定性や田畑など低迷路での走破性が高いと言われました。2012年、スバルの軽自動車生産終了に伴い、ダイハツから OEM 供給されることになった7代目にモデルチェンジしたことで、RR のサンバーは消滅してしまいました。5. ホンダ T360。 ホンダ初の四輪車として、1963年に発売された T360 は、未発売となったスポーツカー、スポーツ360と合わせて開発された日本初のDOHC エンジンを搭載した軽トラックでした。外観は短いフロントノーズの下にエンジンを置くセミキャブオーバーのようにも見えましたが、水冷直列4気筒 DOHC エンジンがマウントされていたのはシート下の後方でリアホイールを駆動するものでした。しかし、商用車に搭載するには複雑すぎるエンジンでメンテナンス性が悪くなってしまい、販売は低迷。1967年には N360 と同じ空冷2気筒 SOHC エンジンを搭載したキャブオーバーの軽トラック TN360 にスイッチしました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。